マゾイスティックオールバンドのディアガールストーリーズ。新年明けましてオープン。マゾイスティックオールバンドのボーカルオノディだ。同じくボーカルのヒロシだ。エアギターの 3M なのだが、エアベースのドエスだ。エアキーボードのヤギハシです。2024年最初の DJ スは俺たち MOB がジャックするぜ。バウアおう、先週告知してなかったからな、いきなりのサプライズだ。だな。なんせ俺たち MOB は今年の2月25日に10周年イベントのガソリンミーティング、ガソミが控えてるからな。新年から俺たちの声が聞きたいと思って文化放送のスタジオまでやってきてやったぜ。じゃあやっとく。何を？やっとく。何？ああ乾杯しよう。やるぜ。うん、オッケー。おう、じゃあ開けとくか。プッシュレ。うん、ラジオの前のお前らもプッシュレ。うん、オッケー。じゃあ2024年あけおめ。うん、なんか他の飲み物はない。新年からドッペだな、これな。ないね。ないんだよな。ドッペしかないんだよな、ここにはな。リーダーマミやる。リーダーの好きなマミや。マミさあ。ドッペかマミかだもんな、リーダーいつもな。本当だよ。なんで飲み物買ってこいっつってマミ買ってくんの、あいつは。リーダーが好きだからだよな。あ。なるやきやし。ドクペマミー、ドクペマミー、ドクマミーで。もう言っちゃってくださいよ。ドクマミーか。まあロックだよな。そういうな。さっきやきやし買ってきてくれましたよと。まあそんなわけで お前らに会うのも久しぶりだな。元気だったか？元気。元気でした。あ、元気でした。元気。どうしたどうした。ドイツさんあんま元気じゃない。そうだな。ドイツちょっと年末ね。年末な。年末ちょっとな。ちょっとやってて。そうだ。ちょっとな。ちょっと、あのなんかブレイキングダウンとか出てたから。そうなの。それの影響で。お疲れ気味だったんだな。そうそう。疲れだね。しょうがないだろ。まあでもな、新年一発目だから。そうなんだよ。だからドイツ以外はなんだかんだ言ってこの前の撮影で一緒だったんだ。確かに。そうなんだ。撮影あったから。確かに確かに。なあちゃんこ。あれちゃんこ？あれ？あれちゃんこいなくね。あれそういえばあいつ撮影の時もいなかったよ。そうなんだよ。音楽性の違いで撮影は NG っつって一緒に撮んの。個別で撮りて。個別で撮りて。生言ってんじゃねえぞあいつ。今回もあれか、音楽性の違いで一緒にトークができねえってか。あいつそうそうそう。それか絶対やめんじゃんそれ。今あいつ大丈夫か。船移動だから。あ、船舶免許な取ったっつ。ちょっと遅れてんだよ。外界から来てる。ああそっか。そう。外海から来てるから。そっかそっかそっか。そうか、浜松町もやな。残念ながら収録終わる頃にはたどり着けないってやつか。かな多分ね。音楽性の違いだ。来てる。掃除で音楽性の違い。まあまあまあでもロックだから許そう。ああオッケーオッケー。あしかし、あスリーエム。はい。今年辰年だな。ですね。お前トラ好きだよね。もう大好きです。ドラゴンはどうなんだ。もっと好きです。トラは好きです。でもドラゴンはもっと好きです。でおなじみだから。3M はな。幸先いいなこと。辰年なんですよ。辰年。年男自身が。辰年なんです。そうなの。年男。年男なんですよ。なんで大好きです。大好きです。イヤメンだな。イヤメンですよ。そうですよ。あなた。イヤメン。イヤメン。イヤメン。ドラゴンイヤメンだな。ドラゴンイヤ大爆発するぜこれ。みんな楽しみにしとけ。こんな感じで今日は30分やってからメスガソリンオスガソリンのみんなよろしくね。ということで俺たちとガソリンの物語、マゾイスティックオールバンドのディアガールストーリーズ第874話、 3M 一言。はい、あじゃあ手を拝借。2024年ドラゴンイヤー、いやもといガソリンイヤー、炎上止め行くぞよー。この番組は
アニメロミックスの提供でお送りするぜ。ナゾヒスティックオーバンドのディアガールストーリーズ。改めまして、We are マゾヒスティックオーバンドです。今夜の DJS は2月25日日曜日17時からパシフィック横浜で俺たち MOB が 10th Anniversary ガソリンミーティングを開催することを記念して DGS をジャック・バウアーしてお届け中だ。現在チケット最速先行予約を受け付け中なのだが、チケットはスマホサイトアニメロミックスとニコニコチャンネル DGS チャンネルにて1月8日月曜日23時59分まで受付なのだが、このチケットがないといろいろまずいのだが。大丈夫だよ、売れんに決まってんだろ。だってよ、リーダーが10年前にパシフィコ横浜の会場スマホで押さえてんだから準備はバッチリじゃねえかな、リーダー。パシフィック、いや準備はもう全然なのだが。あのすいません、何ちょっといいですか。何どうした、どうした。2月25日、うん、パシフィコ横浜、うんうんうん、なんすかそれ。ガソミだよ、ガソミ。が女ガソミ、ガソミだよ。ヤギ足はいいんで、とりあえず2月25日の午前中にパシフィコ横浜に来ればいいんで、分かったろうな。もしくは24日 の、 あのインターコンチを予約して、あのそこで女抱いて待ってろ。分かりやした。ところでリーダー、このガソミなんだけど何すんだ。ああまあそうだな、前半たっぷりトーク、そして後半たっぷりライブだね。オーケー。で今日集まってもらったのは、そのあの前半のトークパートについて先に、おい今飲むな、オノディが喋ってる途中でしょうガッツってんだ。リズムで飲んじった。まあしょうがねえな、リズムだったらしょうがねえ。あの前半のトークパートについて伝えときたいことがあんだよ。なんすか。そこはちゃんと答えてくれる。オッケー、行くぜ。今回はガソリンミーティング、世の中的にはファンミーティングっつうやつだ、うん、だからメンバーそれぞれがファン、つまりガソリンな、ガソリンが喜ぶようなことをシンク考えてほしい、うん、何したら喜ぶんだガソリンたちはな、それぞれが思うってこと、うん、メスガソリン、オスガソリンは何をしたら喜ぶんだ。ド S 的にはやっぱ俺ド S だから、みんなにすごい S なことを したら、要はガソリンのみんな喜んでくれるんじゃないかなと思ってんだよ、ね、おお、なるほど、うん、だその S をどれだけ S やっていいかっていうさじ加減はちょっと決めといた方がいいかなと思うけどね、うん、例えばどういうことだ。例えばイカゲームとか、うん、やりすぎだな。やりすぎだね。イカゲームはあの1回戦でかなり人が死ぬ。死ぬから、ね、その1回戦をパシフィックこでやったらいいんじゃないのかなと思って、ごめんなさい、今の段階大きい人形を用意して、うん、それぞれごめんなさい、死ぬけど、トゥーマッチだな。ちょっと S が過ぎるかな。S が過ぎるね。じゃあ下げようか、もうスタンガン。椅子がスタンガン。なるほどなるほど。緊張するよね。ビリビリビリって。はって起きたらもう終わってたみたいな。はあ、動いたばっかりに見れなかったみたいな。あの人形を用意するのは大変そうだから、まああの人形サイズの 3M がやればいいか。そうだね。あれね、 3M のあれでしょ、首だけギュッギュッ580度ギュッていけるでしょ。練習しといて。あ、そういうのやったらどうかなとか思って。なるほどね。まあなんかそれぞれそれぞれの特色があるやつがあるとアイデア的にはいいんじゃないかなと。なるほど。ヤギ橋的にはどうした？なんか指名会みたいな。指名会。指名してく。写真を見て指名してく。うん、ドラフトみたいな。ドラフト、まあ、ドラフト。じゃあドラフトっすかね。ドラフトだな。じゃあドラフト。ドラフトだな。ドラフトっす。ちょっと逃げ道を見つけてしまえ。ヤギ足に指名されるように。されるように。なるほどね。指名してほしい。して。ヤギ足が、俺たちも指名していいのかな、じゃあそういう場合は。それはそうだろう。ね。ドラフトだとね、2巡目とかあるんで。そうだよ。2巡目もあんだ。チェンジする場合はあるの、そういうのって。うん、ちょっと別料金かかるかもしれないですね。次次次だ。次だ。おい、 3M どうなんだ。3M 的にはですね、うん、ハイタッチ会。ハイタッチ会。あ、それは 3M と。そうですそうです。あの俺とハイタッチ会。なるほど。あの、まあ、届くかなっていうんで。あ、パシフィコ横浜で 3M とハイタッチ。ハイタッチ会っていう。あ、でもあの人数ハイタッチすると結構な時間かかると思うから。
うんうんうん、3M を転がせばいいんじゃないかな、うん、かもしくはステージ上からはーいってこと、ね、人なのにさーって行こうって、ね、それはね、いやいや想像上だけど大だらぼっちぐらいじゃない、うん、2回もおーって行けばな、本物の地ならしが可能性があるぞ、それは地ならしだ進撃だどっちかを選べーだ、二立てで終わり、そうですね、二立てで終わり、もうもうこれだけはあっという間だね、まあ、でもファンサーとしてはいいんじゃない、はい、じゃあどうなの、あとなんだろうな、どうなの二人は、俺的にはやっぱ金だからね、やっぱ俺が喜びそうなことってやっぱ金だろ、うん、だからみんな俺に金をさ、うん、まあパシフィコが頑張ったら5000円だから、まあ、1人100円ずつもらったらかなりの額になるかな、貢がせたいみたいな、貢がせたいみたいな、貢ぐ喜びみたいな、そういうことだね、まあそう、それも喜ぶのか、あ、じゃあさ、ヒロシのさ、何、あのさ、背中にさ、カゴをさ、うん、おうおう、あの背負わすのよ、おうおう、でヒロシがパシフィコをずっと走るってのいいね、それいいよね、それはロックだな、うん、投げ銭ってそういうことです、そうそう、投げ銭、リアル投げ銭を体感しようだな、いろいろ飛んでるだろうな、そういうことだな、リーダーは、そうだな、うん、じゃあ俺はヒロシと同じ方式で、何、まあ俺はやっぱまあ裸、うん、おいすごいリズム喋ってる、リズムで飲んじってる、いいよ飲め飲め、うん、みんな飲め飲め、ドクペをさ、で何、俺もじゃあ客席を回るよ、カゴ持ってさ、そこにみんな下着をこう投げ込んでくれよ、下着、みんなで裸祭りだって話だよね、うん、あれどうしたどうした、いやそれはリーダーダメ、捕まるもん、それ捕まるもん、じゃあお前ら脱げよ、は、うん、全員脱げよ、なんで、なんで、見てえだろうからさ、いやいいよ、みんなさ、別に脱いでもいいけど、俺ばかりじゃないか、ずっとさ、いやそれはリーダー脱ぎてえからだろ、じゃあ分かった、脱ぎてえから脱ぐよ、みんなも脱ごうぜって話、全員で脱ぐとしよう、仮にね、うん、ただ、うん、ギリギリのラインで、うん、ステージ上にある何かで隠そう、あ、それそれそれだ、いやごめんごめん、リーダーは脱ぎたい人、うん、それは分かってるじゃん、うん、俺ら別に脱ぎたい人じゃないじゃん、本来はね、本来は、うん、本来はってなんだ、リーダーがやるって言ってるんだったら、じゃあ俺らもまあ脱がざるを得ないってことになったとしてした場合の、一応なんつう、防衛策としてステージ上にある何かで何かは隠そうっていう話だよ、だから別にリーダーの言うこと聞かなくてもよくね、おい、おい、俺に厳しすぎんだろさっきから、おい、ふざけんな、あれ俺ちょっとリーダーのあれを真に受けすぎた、うん、みんなでやろうよ、みんなは楽器で隠れるよマジで、うん、ヒロシは分かんない、ヒロシはだから別に俺たちは脱ぎたくねえんだっつってんだが本当に怒るなよジョークだろ本気で怒んじゃないよ怖いから疲れたをこする気だあとはちゃんこ、はちゃんこどうすんだよ、ちゃんこいないからさ、ちゃんこはなんかいい、うん、食わしときゃいい、あ、そうだね、そっか、うん、まあ時間はたっぷりあるから、ガソミ本番までにいろいろ think 考えといてくれよ、じゃあここでアニメロミックスからのお知らせだ、続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガール情報なのだが、アニメロミックスでは2月25日にパシフィコ横浜で開催されるマゾヒスティックオのバンドガソリンミーティングのアニメロミックスチケット最速先行予約を受付中、受付は1月8日までなのだが、そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載してるぜ、ディアボイスの着信ボイスも好評配信中、アニメロミックスディアガールはスマホからアニメロで検索だ、ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中、有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けるぜ、さらに今週は加工原のプロデューサーズカットバージョンとして2009年4月25日放送分も配信、チャンネル層によろしくお願いします、マゾヒスティックオノバンドのディアガールストーリーズ、3回目の We are マゾヒスティックオノバンドです、今夜の DGS は2月25日日曜日17時からパシフィック横浜で俺たち MOB が 10th Anniversary ガソリンミーティングを開催することを記念して DGS をジャックバウアーしてお届け中だぜ、リーダー、さっきの会議でガソリンのトークパートは大丈夫だとして、うん、大丈夫か、大丈夫だよライブパートの方の曲はどうすんだそれはもちろんシンク、いや、フィールだな、考えるな、感じろってことか、へへ、
意味がわからないのだが。なんだ今の。なんだ今のまま。デスマがあったぞ今。びっくりしたぞ。おい、3M やるじゃん。やるじゃねえかよ。デスマ。だからさ、おい、リハでエアセッションして、いい感じになった曲を上から順番にやっていくっつうことだよ。ああ、いいじゃんいいじゃん。そういうことだよ。いいじゃんいいじゃん。まあ、うん、あそうだ、ちなみにメンバーはなんかやりたい曲はあるのか。今回あれでしょ、はい、割と結構ライブやろっかなって思ってるじゃん、うんうん、やるよ、がっつりライブやろっかな、前半がっつりトーク、うん、後半がっつりライブっていう、そうそう、俺らもできるってところを見せてやらねえとな、そろ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 な、いつもはそうだな、確かに一曲ずつ、なんだろう曲、あれ俺あれがいいかも、何何、踊るポンポコリン、踊るポンポコリン、踊るポンポコリン、ビビクイーンズ、あれいい曲じゃない、いい曲だね、あれ売れてるし、いい曲だけど売れてるしね、マジでか、いいんじゃない、いやいや全然2人の声でピーヒャラとか聞いてみたいんだよ、全然やれるよ俺、いけるでしょ、やれやれ、ピーヒャラピーヒャラ、ちょっとちょろねーなーでしょ、あそうそう、絶対絶対あれやりたい、あそれ俺言うんだけどね、あそうだ、ビジュアルがね、ビジュアルがそうだ、ドエスがやるやとこだな、ドエス、あどメイン2人はもうそれやりてえだけじゃねえか、あそれ俺たちはさメインボーカルだからさ、それはさこれ歌えって言われるやなんだって歌う、当たり前じゃねえか、なんかやっぱ辰年なんで、ドラゴンナイト、あドラゴンナイトね、あなんかちょっとトランシーバーみたいなマイクで、そうだな、今日いねえけど DJ デブもいるしな、ラブならぬデブな、確かにな、いけるやん、あ売ってっから多分ハンズとかで、ね、ハンズとかで多分もう本当に分かんなくなっちゃう、似て非なるものが売ってるから本当に分かんなくなっちゃうからそうすると大丈夫ですあれあれいたっけって DJ ラブさんじゃなくて DJ デブだっていう、あーっつって、あーそれはあのあのいい、ね、映像残んないんだったらやってもいいかもねあでも伊藤くんみたいにちょっとしてれば伊藤くんな、それが見れたら終わりの、そうだね、リアル系のやつで言っとけばいいと思うあっちの方のピエロだったらいけんじゃないかな、怖いいいねしかしお前ら自由すぎんな、まあでもそれってロックだぜ、じゃあ曲はエアセッション次第だな、オッケー、リーダーなんだ、あとはグッズのことをいろいろと相談したいのだが、グッズね、ああそうか、 3M ってあの MOB のグッズ担当だったね、そうなのだが、そうなのだがグッズの方はどうなんだ、もう今回ですね時間がなくて、うん、もう締め切りがもう昨日みたいなやつばかりですそう昨日だとしたらもう間に合わないけどね、昨日だとしたらもう今無駄だぞ今しゃべってます、やりたいやつあるんですけどやりたいことある、どんどん間に合わなくなってて、間に合わなくて、とりあえずあの先日ちょっとちらっとあのディアガールの中でも発表されたのだが、キンブレはとりあえずキングブレイドは作っていこうかなっていうんですけど、あるんだね、まずやっぱりまあライブなんでやっぱ T シャツマフラータオルいるかなみたいな、 T シャツいるかい、真冬だけど欲しい欲しい、 T シャツいやもう熱くするでしょう、我々がファイヤーして熱くするでしょう、まあ、炎上って言ってたしねさっきね、テーブルから資料がもうどんどん落ちてくる、もう整理しとけよちゃんと、 T シャツもねどれにしようかなみたいな、あいいじゃんいいじゃん、資料多すぎるよ、もうね山ほど、これ何まだギリ平気なの、これはまだギリ平気、あのまだ明後日ぐらいなのだが、明後日ぐらいなんかもう結構でもギリだね、あでも普通にこのさロゴでいいんじゃないの、何パターンぐらい、おしゃれおしゃれ、あすげえいっぱいあんじゃんよ、20パターン近くないかこれ、ちょっと待って作るのはまあ1か1か2パターンかな、あ全部じゃないの、全部じゃないのだが、そうだろうな、だこの中でまあ近しいやつをちょっと今日聞いて、今日聞いて、今日仕上げていこうかなっていう、今早いな、もう一度仕上げていこうかなって思ってるんだ、まあでもあと絞るよもうちょっとメインのこのロゴのやつ作った方がいいんじゃないか、1個 T シャツはさ、この A のやつな、メインロゴバージョンってやつ、あれだ、公式サイトとかでも見られるやつだろこのロゴはな、そうそうなのだか、ストリートとかでよく見る感じのね、そうそう、うん、ペインティングっぽいやつですな、うん、ってことはやっぱ白地と黒地1パターンずつみたいなイメージですか、まあ、黒は売れるって聞いてる、黒は売れる聞いてる、白は誰から聞いたんだ、ね打ち出しとか、あもうダメだそいつまあでも黒は売れると、だからまあこのメインロゴバージョンの黒は作ったらいいんじゃないの、とりあえずね、うん、そうだね、うん、あと白ってこと？あとまあ白か、うん、まあ、何かっていうのはちょっと何か、うん、どうしてもロゴを生かすとなると、うん、あの色が多いんで、うん、白の方が映える説あるんですけど、うん、あ確かに、あじゃあメインロゴバージョンを白にするってこと？いや
黒かな。まあね、迷ってんね。決めろよ。だから決まんないんだよ。あとはもうちょっとなんか普通に売れそうなやつをさ、あの普段使いできそうなやつがいいんじゃないの。もう一種類 T シャツ、まあ、これは普段使いできそうだけどね。どれもいいか、うん、なんだこれ、シンプルすぎる。シンプルすぎるっていうか、まあ、うん、俺が言っといてなんだけど、うんうん、なんかのロゴみたいだね。まあね。あ、うわ、うわ。なんか合間で飲むんじゃないよ。ドッペをさ。え、これでもさ、これ、うん、売り白にバックプリントでメンバー名が入ってる。名前入ってるぜ。いいじゃん。他にもいろいろあるし。え、他にもあるの。あと、T シャツだけじゃねえよ。ね、そうなの？これもね。決まる。うわ。何これ。え、もしかしてアクリルスタンドってやつ。だな。マジかよ。MOB で。ついに俺たちアクリルスタンドに。これこの前撮った撮ったね。ああ、あれってこれだったんだ。ヨギョシなんか謎のなんか、うん、謎のおしゃれなスカートみたいなの。本当だ、私服っす。私服なのこれ、うん、おしゃれすぎんだろ。全身私服っす、うん、いいじゃんいいじゃん。そっか、でもかっこいいよ。撮らせてもらったやつなので。3M でけえな。 3M 立ったらあれだ、入んねえからしゃがんでんだな。すごい屈伸してるね。普通に立っちゃうとこれな、多分首から上映んねえからな。普通のアクスタのサイズに 3M 直立してると30センチぐらいになっちゃうから、うん、なっちゃうな。だから今回しゃがんでもらってちょっと撮影してんのかな、うん、いいんじゃねこれ、うんうん。おお、アクスタいいね。アクスタいいよな。これあれか、ランダム、どうすんの。これは別々に、これ別々だ、別々だ。え、そうなの、これ誰かみたいな。ちゃんこ、ちゃんこだよね、うん、いやでもあのそれは何々並べたい人いるんで、やっぱ6人、そうだよね、コンプしたい人が、バンドを完成させたい、ね、うんうん、まあでも5でもいいよ。今の5だし、今の5でもいい。おいおい、その分なんか美味しいもんとか食べないよ。優しくしてやれよ。でもあのちゃんこあのフォロワー多いですから、フォロワー X のフォロワーが、え、おーおー、そうなの、 X のフォロワー多いんですよ。じゃあ、ね、ほとんど水瀬いのりファン。担当番組のさくらあやねと水瀬いのりと地田真彩ファン。写真上がんねえかな。 MOB のファンの、そういうことだな。そうか、フォローしてたらね、流れてくるもんね。じゃあこれはとりあえずランダムじゃなくて、ランダムじゃねえんだ、ランダムじゃなくて1個ずつ、そうですそうです。あ、そう、じゃああれだ、ひろしくださいとか、おまけくださいでいいんだ。そうです、じゃあ、うん、6つ全部くださいって言ったら6つ全部、もう6つ全部、はい、あら、そう、あ、そうなの。ちょっと安くなったらしないのこれ、6つ買ったら、あ、そこはもう定価で、定価で。よし、6つセットでも定価で、ロックだね、はい、むしろ倍だよね。倍はおかしい、倍だ、倍って、いや倍だ、おかしいだろ。じゃあ倍を、じゃあ倍1個ずつ買うよ。だったら何なんだよそのシステム。じゃあいつも定価通りだね。まあ、定価でも、定価で、定価チャンスで、定価で売ってます。お、かっこいい。定価チャンスね。定価チャンス、チャンスか。やっぱすっげえ、いいじゃねえの、作ってる。なんか他にもいっぱいあるんだけど、もう時間ないからカットしていい。本当だよ。ちょっと詳しくはウェブで。あ、じゃあ詳しくはウェブでってことで。はい。OK。よろしくな。はい。まあとにかく2月25日、パシフィック横浜に来れば、俺たち MOB をフィール、感じることができるっつうことだから、メスガソリン、オスガソリン、パシフィック横浜で、待ってるぜ。マゾヒスティックオーバンドのディアガールストーリーズ、マゾボイス。今夜は俺たち MOB がボイス配信をジャックするぜ。バウは、はい、3M が言ってません、言ってなかったな。俺も気づいてたよ。いや、台本見失ってました。あ、まあでも、ただあのペーパーノイズだけ出してる男です。そうね、なんだろう、不思議と気持ちは分かる。そういうこともある。もう二度とすんな。お前の周りめちゃくちゃ汚れえな。そうだな、グッズのな、資料とな、いろいろ混ざっちゃってよく分かんなくなっちゃったんだ今。あ、まあいい、マゾボイスにお届けするぜ、はい、全員で行くぞ。配信するのはこのセリフだ、せーの、ガソリンミーティング、略してガソミ、ダウンロード待ってるぜ。マゾイスティックオノバンドのディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のライブもラストソングの時間になってしまったぜ。さあ、2024年最初の DJS は俺たち MOB がジャックバウアーしたのだが、どうだった、どうだった、みんな。
いやもう本当に2024年のすごいいいスタート切れたなって俺たちは思ってるよ。まあそうな、うん、あリスナーがマジで一話切りだけはしてほしくないなと思ってる2024年切らないように新年早々にそっかこっから切ろうっていう、ね、まだ前半のなんだろう俺たちのエンジンがまだそんなかかってないそうだなオープニングトークのところでプチって切ってなきゃいいなとはちょっとだけ思ってたけどね、後半盛り上がってたよね盛り上がってきただんだん盛り上がってきたそうだよね。ここまで聞いてくれてたら本当嬉しい。嬉しい。本当お前らさんそうな、よろしく。いいやつだったな。本当にな。ありがとうね。まあそんなわけで、来週は神谷と小野が番組に戻ってくるぜ。俺たちはガソミに向けてエアリハーサルに入るからね。ちなみに DGS チャンネルの裏談話室も俺たちがやるからよ。よろしく。よろしく。アンコールってことだよね。だな。よし。おしまい。ああ唐突だろ、はい、こういうもんなんだよ。ああリーダーナイス回し、オーケーナイス MC、 ああサンキュー。いくぜ。ここまでのストーリーテラーはマズイスティックオノバンドでした。ディアガールストーリーズ第875話に続くぜ。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしたぜ。